デニス・リチャーズは、アメリカ合衆国イリノイ州出身の女優。007ワールド・イズ・ノット・イナフのボンド・ガールで知られる。15歳からモデルを始め、高校卒業後にロサンゼルスに移る。テレビや映画に出始めるようになり、1997年のスターシップ・トゥルーパーズのヒロイン役で脚光を浴びた。続く、ワイルド・シングスでは、ヌードシーンに挑戦。3P。 レズなどのハードな濡れ場が話題を呼び、一役メジャーになった。007シリーズ、007ワールドイズ・ノット・イナフでは、ボンドガール、クリスマス・ジョーンズ役を演じたが、この役で、ゴールデン・ラズベリー賞の最低女演女優賞を受賞している。2002年6月15日、俳優のチャーリー・シーンと結婚。2004年3月9日には、長女サムを出産したが、 翌年二人目を妊娠中に離婚を申請し、次女ローラを出産した。シーンと真剣争いを行い、殺すと脅されたと訴えたためシーンにリチャーズと二人の子供への接近禁止命令が下るなどした末、2006年11月に離婚が成立した。離婚手続き中にリチャーズは、妻子あるミュージシャンのリッチー・サンボラと、シーンは不動産投資家のブルック・ウォロフスキーと交際を、 始めた。サンボラは2007年4月に妻ヘザー・ロックリアトリコンに至ったが、その1ヶ月前にはリチャーズと彼の関係も破局していた。一方、翌年にはシーンがブルック・ミューラーと挙式した。2008年、リチャーズはサムとローラをリアリティ番組に出演させようとし、シーンがこれに反対して訴えを起こしたが、裁判官は、 条件付きで出演を認めた。このリチャーズの行いには、チャーリーシーンの父親のマーティンシーンも苦言を呈した。また、プレイボーイ2004年12月号のグラビアにヘアヌードで登場している。二度包教手術をした後、乳房縮小術を一度したことを認めている。ありがとうございます。